目の前にいるこのゴールデンは朝から晩までいつも石をしっかりかじっていて、まるでそれが貴重な宝物であるかのように、石を口にくわえていて下ろそうとしなかった。のんびりと散歩している時も、静かに地面に横たわって休んでいる時も、そして夢の中でも習慣的に石を口にくわえています。この習慣はすでに1年間続いていた。飼い主は最初特に気にしていなかったが、時間が経つにつれ、犬を見つめるたびにいつも石をきつく噛んでいたことに気づき、その光景を見たら、誰もが自分の顎に鈍い痛みを感じずにはいられない。持ち主にとって最も厄介なことは犬が石と切り離せないことである。犬がトイレに行くときでも石がそばにあることを確保したがり、これに飼い主は無力感を感じて非常に困惑し、よく観察したところ、石を利用して排便を順調にさせるための行為だったと推測した。犬がいつか力を入れすぎると歯を傷つけてしまうのではないかと心配し、飼い主は思わず顔をしかめた。そこで主婦は犬が石への執着を解消するため、わざわざと新鮮な鶏肉で調理し、そして冷めるのを待ってから犬用のボウルに入れ、ゴールデンが石を離して飯を食べさせるように仕向ける作戦に出たが、驚いたことに、犬はボウルの前に来ると石のことを忘れるどころか、食べ物を味わいながら大きな音を立てて石をボウルに投げ入れ、柔らかい鶏肉と硬い石を混ぜた。注意を払わなければ石が消えてしまうのではないかと恐れたその犬は美味しいチキンを味わう暇もなく、あっという間に完食した途端大事な石を口に加え始めた。この家の婦人は毎朝散歩に出かけ、犬がいつも彼女の後ろについていたが、どうしたらいいのかわからなくなって困り始めた。ゴールデンの気をそらそうとしたが、どこに行ってもこの犬は後をついてくる。この様子を見ていた女主人の頭の中に一つのアイデアが入ってきた。ペットは水が嫌いだし、長く水中に止まるはずがないだろうと考えたが、犬は水を怖がらないところか、潜って息を止めるのがとても上手だった。少しの間、周りを観察したところ、石の場所の特定ができた後、舌を出してそこの石を噛み合ったまま去っていき、その石に飽きたらこっそりと川まで新しい石を探しに走った。ある日、犬の秘密が飼い主にバレてしまい、女主人はすぐに大声で名前を呼びながら犬を追いかけたが、犬はゆっくりと水の中に潜り、まず水面上から消えたのは首で次に体全体は消えてしまった。主人がその場からいなくなったと思った犬は、用心深く頭を上げたところ、女性が川から拾ってきたお気に入りの石を手にしているのを見かけた。犬はすぐに水から上がり、手から石を取ろうとして飛び跳ねた結果、飼い主は石を空高く掲げ、興奮した犬は家に帰った後、床に横たわって大好きな石を一生懸命かじっていた。女主人はゴールデンを見ながら心配せずにはいられない。犬が水の中に入る危険性のことだけではなく、硬いものを長時間かじることでよだれが大量に出たり、顎が外れたり歯がすり減ったりする可能性があると心配した。そこでゴールデンの健康を確保するため、女性は専門の獣医に相談してもらうことにした。獣医師はペットに対して一連の検診と評価を行い、犬には身体的な大きな問題はなく、心理的な問題が原因である可能性が高いことを突き止めた。すると獣医師は犬が石を噛む行為を無視し、石を離すまで待ってから撫でたりした方がいいという簡単な解決策を提案した。このプロセスを繰り返すことで、犬は徐々に誤った認識を修正し、特定の物体にエネルギーを集中させなくなることが期待できる。飼い主は考えた末、この方法を実践することにした。近くの村から他の犬を連れてきて、ゴールデンの前でその可愛さを褒め、たくさんの愛情を注いで撫でた。いつも他の犬たちに囲まれているのに、心の中では孤独と無力感を感じていた。この石が飼い主の気を引くことができないのなら、本当に何の役に立つのだろうと思っていた。この状況を見た飼い主は深く心を痛め、行動を起こすことにした。飼い主たちは毎日ゴールデンに付き添い、愛情を注いで一緒に過ごすようにした。犬もまた時折走り回ったり遊んだりして、楽しく生き生きとし始めた。そしてゴールデンが口にくわえていた石を離そうとした時、飼い主に以前のように無視されるのではなく、もっと愛情を注いで撫でてもらうことに気づいた。
これによってゴールデンは石を捨てることで飼い主の注意を引き、愛撫をしてもらうことができると気づき始め、石への過度の依存を徐々に変えていった。飼い主は次第にゴールデンのニーズを理解した上で、より多くの注意を払ってやるようになった。ゴールデンも徐々に新しいライフスタイルに適応して自信を取り戻していった。最後までご視聴ありがとうございました。お気軽にコメントしてください。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。